どうもどうも、今日はですね1月の8日土曜日、こちら本日原宿に来ておりまして、朝からすごいわ。ナイキ原宿の列がすっごい遠くまで来てますね。ネスカフェまで来てる。竹下口から出た方が早いぐらいなんですけど、かなりの人数がまあ並んでると。一応7時半から8時までの間に集合ってことになってるんですけど、でもなんかもう7時過ぎぐらいからなんかもう一応整理券配布っていうか QR 配布始まってるみたいでして、58分に原口が着くんですが、ギリギリ間に合わなさそうな気がします。58分、もうちょっともうちょっと原口間に合うかな。59分なんで怪しいですね。あ、原口来た。おすげー、めちゃギリギリできた。めちゃめちゃギリギリ来ました。さあ一応ね、今もう8時になりまして、多分俺らの後ろに20人ぐらいいるんで、俺らの整理券プラス20ぐらいになるはず。この怪しすぎるのが本日の。並んだのイケアの前に。どうぞ。はい。でも、はい、特に番号は関係ないので。なるほど。はい。はい、なんかまあ番号を今いただきまして関係ないそうですけど。426。うん、シャズナですね。あ、いいですね。シズルさんね。シズル。原宿っつったらやっぱシズル。はい。流星10日間家帰ってないってよ。帰ってるんです。食そうだ。一周したんです。このカウズ勝負とか。いや、俺相当これ。俺は帰ってない。横浜だった時こんな。10本連続ぐらい俺かなってそうですね。家出少女みたいになってる。いや、マジ目がずっと違和感あるの。なんだこれ。目？目が。どうしたの目？ずっと違和感あって頭も痛くて。どこ？見して。ナイトね、ナイト。大好きだな。今ね、LINE を読み寄ってますけど、3班に分かれてますね。3班。整理券発行されてない方。あ、もうここで始まっちゃったじゃん。やば、確実にかぶる。現在ですね、8時59分で、まあ、スニーカーズまもなく始まるんですけど、今ちょうどね、ナイキのその QR 読み取るみたいな感じの流れになってます。一瞬、一瞬、一瞬。はい、始まりました。まずダンクのハイカップを押すね。 OK。 店員さんがスニーカーズを待ってる。あ、これ店員さんスニーカーズ待ってる。みんなのスニーカーズ。めちゃめちゃ申し訳ないことしてる。ちょっと今僕たちも今回線をつなぎ直してるんで、ちょっと待ってください。なるほどなるほど。同じナイキ回線だから。そうだ、じゃあスニーカーズ待ってるってわけで。なるほどなるほど。よかった。セリキお願いします。セリキお願いします。これはカメラで開けばいい。カメラで大丈夫ですよ。ごめんなさい。どうぞ。そうですね。どうぞ。で、なんかね、ポーンってくる。はい。はい、これはい、どうも。一応当選したら番号出てくるんで、それであげましてもらう。本年も大丈夫さ。そうですね、ありがとうございます。はい。原口何番だった？整理券。1209番。1209番。俺1211番。ってことは1200人いると。1200人。マジ？ということで、今一応現在9時5分で QR もらいまして、スニーカーズとかの結果はまだ来てないね。そうで、ナイキアプリもまだ。ナイキアプリもまだ来てないと思う。はい、ああ。外れた。ええ？ダンク SB。 あ、来た。うん。購入できませんでしたね。このパープル変えたらまあ一応これ OK で、あとはペイズリーがここにあるじゃないね。そうだね。ペイズリーと合わせて3層変える。あ、だから。うん。すごいね。俺はペイズリーいらないから。はい、大丈夫でした。あ、同じ。来た。来ましたね。ダメですか。ということで、もう店舗しかないかな。ナイキ原宿と、あとはブルーが原宿10時半からあるんで。でもアトモスの、ドレコを履いてる人は確かにドレコほぼいないかもね。だから意外とアトモスの方が可能性全然ありそう。可能性あるけど、ただペヤングじゃない。なんでペヤングなんだ。ペイズリーがどっから出てきたの、ペヤング。それは勝たんぞ。現在ですね、まあ、9時半ぐらいなんですけど、まあ、今これナイキ原宿なんですが、まあ、続々と、まあ、呼ばれておりまして、原口当選しました。え、一番僕早いよ。原口挑戦間に合っていいよ。帰りたいわ。連日こんな朝に動いてる。寝かしてくれ。どういう
かなかいますね。第一グループだけで多分40人ぐらいの、多分50、70ぐらいって言ってたから、これが2回か3回繰り返されたら終わるかなっていう感じかなと思います。さあ、間もなく10時なんですけど、これね、今ね、みんな解散しましたね。というのも、LINE の方で完売のアナウンスがありましたよという感じですね。まあ、原口まだ出てきてないんですけど、一応もうこれ以上の入店はできませんよっていう感じですね。だから割とそんなやっぱ多くなかったかなっていう、50人、60人ぐらいでフィニッシュっていう感じです。まだか、原口。スニアカ男子。現在ですね、10時10分ぐらいになりまして、出てきました。あれ大勝利じゃないですか、原口さん。もう帰ろう。ちなみに、これ僕のありますか？ありま、すん。どっち？ちなみに何番？パープル。34番。34番で。で、もうデカサイが全部枯れていくと。うん。ウィーメンズはね。っていう中で、チャンスを買ったんですけど。すごいね。うん。一足目、黒ペイズリー。はい。クックといつも一緒にね、いる第二のクックの女性の方。アキさんね。アキさんね。アキさん、たまり場のスタッフですもんね。はい。はい、ありがとうございます。買っていただきました。ありがとうございます。まあ一緒並んだから。一緒に並んだ。そうそうそう。戦友だからもう優勝だね。二足目。はい。ここで今度はね。ありがとう。はい。これ何でしょう。もうもちろん。これです。はい。今日はどうやね。最高。水色どうすんだ。はい、これ24センチなんですよ。24センチなんですよ。まあ俺も履けないし、渡辺じゃないですけど、サロンの女性限定で支援したい。増えたからね。増えたんで、女性の方が増えたんで、ぜひ、はい、ね、応募してください。よろしくお願いします。24、多分みんな割と近しいサイズだと思う。そうそうそう。よかったらぜひ。お何マサイメこれ。どういうこと？ちょっと待って待って、マサイメ。ウミンチ君いるわ。たまたま。ありがとうございます。ウミンチ君。ウミンチ君も来るの、ここで。嘘つけよ。もしもしもし。気持ち悪いな。さあ、ということで、第2ラウンドね。忙しいですね。すごい、だって、まあ、シュペのセールもあるし、あの、俺らのそのダンクの並び、ほんで、アトモスもある、スニランもある、ほんで、ソウさん1、2選手のベースメントもある。うわぁ、すごいな。並びっぱなし。じゃあ、ちょっとこれから、表参道ブルー、まあ、優先はしてるね。ちょっと第2ラウンド、行きたいなと思います。ちょっとこれ持って、もう何どれか、これか、はい、はい、いやこっち来てるわ、いや、そう、やばい、もうやばい、渋谷間に合わなかった、それ、どこまで行ったの？表参道まで行って、間に合わないですって言われて、そこで降ろされました。はい、ということで、今10時半過ぎまして、ユーセ最後ね、はい、ユーセで 58? 57? 57? ゴム。ペカッと光りますもん、ね、ああペカッと光りますわ。これは、ゴーゴランプですわ。ゴーゴランプ。ガンって音鳴ってる、今完全に。これ俺、2連続あるんじゃないこれ、俺。可能性あるな。もうだいぶ期待したかい。ということで。疲れすぎだろ。マジで疲れた。疲れすぎだろ。お疲れ様。こんな走ることない。多分、20ぐらいはあると思うんだよね、頭。はいはいはい。って考えると、3分の1で4人いるから、4機あると思って。4機だったら、まあ、そうね。まあまあ可能性あるな、うん、ケツ当たる確率結構高いから。そうそうなんですよ。さすがにここケツ4枠持ってたら誰か当たんじゃない。確かに誰か当たると思う。ここまで残ってれば確定しますもん。ああとりあえずは進んでるっぽいんで、もう多分始まってるわ。早いな。20人やってる。58人中1番で58番。うおやっぱ最悪っすね。今年もよろしくお願いします。え、当たり何番？20、3分の1。まあ3分の1だから4人いるからな、可能性はある。よしよし。ツニダンの100万円の福袋先出した。悪いことしろ。待ってマジで。もうね、そうだ。もう言って、俺のチャンネルなんか言ってください。もう俺とバッチリ抑えました。今までやべやべやべ、もう来てた。もう来てました。すいません。51番、お願いします。はい、当たり1枚しかないです。はい、感じすごい話です。10番。あ、俺が当たりで終わり。はい、店内で。あ、え、はい、どうする？俺も行かなきゃいけないけど。いや、行く行く。どうする？どっちの顔？
え、俺のお願いしていいな、27.5。 OK、 7.5 ね。で、カズミ君それでいいの？ちょっと行くわ。行ってきます。当たりました。あすげーなー。速やか男子撮ってない、撮ってない。いや、こっち、こっち撮りてえわ。何これ、何これ。俺撮ってる4人中3人撮れてない。何この絵。ちなみに、大日規模変えませんでした。7.5。 7.5 ございませんね。もう俺の手元に来た時に選択肢は、うん、26か8。28。28。え、28を買ってきた。なんかな。これいただけるんですか。そうだよ。だってもうあるもん。うわ、めちゃくちゃいいね。いい色じゃん。いや、コートパープルって。もうだからもうしゃあないよ。もうインソール入れて。いやいや。キックスアップのインソール入れて。あげるあげる。あ、いやいや。それカシオ君からもらって、それで行くしかないな。え、やっぱ優勢コート、すげえ雑に投げてる。え、ちょっと、あ、全然いいよ、全然いけそう、いける、うん、大丈夫そうか。いけるっす、いけるっす。お、え、じゃあいいんですかこれ。あ、いいじゃん、いいじゃん、よかった。マジでありがとうございます。危ねえなマジで。マジで危ないとこだわ。嬉しい。マジでよかった。危ねえ、ギリギリでしたね。よかった。マジでありがとうございます。でももう原口が引く直前から俺確信してた。スタッフさん剣1枚持ってたから。あ、そうなんだ。あ、4人の中に誰か取れるわと思って。それが俺らではない。いや、でもマジでありがとうございます。まあ、もう誰が取っても一緒だから。いや、ほんと、ありがとうございます。いや、マジでありがとうございます。いや、いいね。ちょっとね、カズム君の取れなかったけどね。いや、そうですね。まあ、それです。いやいや、ありがとうございます。まあ、いいよ、当たんねえから。ほんとだよな。ほんと当たんねえよな、俺。いや、マジでかっこいい。ああ、よかった、よかった。いや、ほんとありがとうございます。ねえ、ケンジ君も喜んでるよね。疲れてるな。疲れて、もう連日疲れてるの。本当にありがとうございます。はい、ということで、まあ、無事ね、終わりまして、まあ、原口もナイキで変えて、俺もアトモスで引けてと、ね、ワンツーフィニッシュで無事ね、なんとか終われたから。いや、なかなか新年早々ガチガチに変えてません。まあ、だいぶ飛ばしてるけどだいぶ頑張ってるような感じしますけど、まあ、無事ね、なんとか、まあ、支援と支援もありますけど、まあ、なんとか変えてね、自力できたって結果、ね、手元には一切何も残ってない。よう来たよ、マジで。ちょっと原口のあの不機嫌そうな朝のな、あれがあって今とはちょっと思えないぐらい。いやいや、言って言って言って。連日こんな朝に動きます。寝かしてくれもう。それ誰に対して怒ってんだ、それは。ナイキに対して怒ってんだ。スニーカー業界に対して。連日いい加減にしてくれて。すごい不機嫌そうだったんで。もう走らされてさ、なんとかね。まあ、でも1200、300人ぐらいの並びの中、第一グループが当たって。いや、まさかね、ワングルでね。いや、ワングルって言うんかね。ほんで、まあ、アトモスでも、まあ、なんとかね。まあ、でも言うて、まあ、俺が当たったけど、まあ、4人が来たからそうね。でも、もう誰が当たっても同じようなものだったから、ね、まあ、無事なんとか変えたということで。ということで、じゃあ早速。次が攻撃かけつつ、はい、新年一発目ですけど、はい、まあ、今回もね、オンラインサロンと、インスタグラムの、ね、アンケートをもとに、スニーカーズの攻撃かけつつを割り出していきたいと思います。はい、はい、ということで、今回のコートパープルが、オンラインサロンの参戦予定人数が182人。人気ありますね。人気ありますね。人気あるね。はい、はい、そして、購入が、はい、31。うわー、17%です。うん、絶対知ってたの、もう。もう調べてる。早すぎましたね、ちょっとね。もう事前にもうちょっとチェックはしてましたけど。17%です。17って結構。だから割合的には高いですね。5分の1ぐらいは変えてるわけだから。人気の割には、まあ意外と変えたなって。だから足数結構あったんじゃないかっていう感じですね。はい、で、まあ多分ね、DMS とかも店舗あると思うんですけど、うんうん、まあちょっとそこら辺はもういいかっていう。深追いはせずに。そうですね。よかったね、でもね、みんな変えてね。無事なんで。ちょっとカズム君だけね、ちょっと変えない。いや、そうなんだよ。かわいそすぎるだろ。そうね。いつもクックのチャンネルでも当たんなくて。で、今回も変えなくて。いや、まあまあ、しゃあない。チームがだから、そうね、2人変えたけど、カズム君変えて。そうね。まあ、そんなこのままね。無事ね、一応まあまあまあ、いい終わりになったんじゃないですか。そうですね。まあ、あの原宿の街は今日ね、大盛りがしてて、すごいね、皆さん来てみてください。明日もね、やってるらしいんで。なんか、スミダンの祭りみたいなのも明日ね、また。はい、それではね、本日は大量獲得祭りということで、やってきましたけども、皆さんそれまで大量祭りね。バイバイチー。バイバイチー。どうでしょう。いやー、いいですね、正月。いいスタートダッシュですわ。3、2、1。
だってこれ汚れすごい。2時間で終わる。1日に2、3本出すぐらい。ほら、もう気になる。確かに捕まるんだ。今からできるじゃん。ほら、ほら、ほら、待って、待って。よ、寄るよ。これ今、エレファン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 、